サンシャイン水族館公式 YouTube チャンネルへようこそ。今日はサンシャイン水族館の飼育員が一日どんな風に仕事をしているのか紹介したいと思います。これからどこ向かいますか？はい、これから朝の朝礼を行います。本日の通知よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝ここはどんな準備しますか？まずはですね、日中あんまり水槽をきれいに掃除する時間がなかったりするので、朝のうちに水槽をこすってきれいにしていきます。これ毎日3人でやってんの？3人でガーッとやって、なるだけ潜水とか脱水とかの頻度を伸ばせるように。次は何かしますか？具材が11時から始まるので、はい、これだけ洗って下でちょっと作業をして会議に行ってます。そしたらこれからサンシャイン水族館を飛び出して魚の餌を買いに行きたいと思います。どこに行くかというと釣り具屋さんに行ってみます。はい、なんでそれ買ってきたの？タチウオがまだなかなか餌を食べないので、いろんな餌を試してみようということで、このイワシを買ってきました。普通のイワシと違うんですか？今回ちょっと叩く治療して試してみようかな、はい、ということで買ってきました。そしたら今からこちらの水槽の淡水水替えを行っていきますので、バルブをひねってこの水槽の水を一旦抜いていきます。なるほどね、教え完成の方法を教えながら一緒にやってください。
今の時間は、5時35分ですね、これで一輪車の作業を終了としたいと思います。この後事務所に残ってちょこちょこ作業をして終了としたいと思います。はい、今日は飼育員の一日を見ていただきました。皆様どうだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではバイバーイ。